はい、皆さんこんにちは、ビーチマイです。今回第322回目ということで、以前ご紹介したですね、ブロックプレインカーズの、まあ、別バージョンのですね、マーボーのご紹介でございます。まあ、こんな感じでね、大理石みたいなトランプでございます。それではレビューしていきましょう。くるん。はい、それでは近くで見ていきましょう。まあ、こんな感じでね、なかなか面白いですね。まあ、ブロックプレインカーズ自体がかなり面白いデッコをね、たくさん作ってます。ちょっと見えるかな、ちょっと見づらいけれども。こんな感じでございますね。で、メイドイン USA。多分 KY 製になるのかな。ニューヨークって書いてありますね。はい、こんな感じでございます。まあ、情報は特にこれ以外は、あとは横にマーブルって書いてある時代以外はないですかね。シンプルでございます。で、シールがないから開けやすい。では、オープンしましょう。はい。内側は普通の白ですね。で、まず、ブランクカードがあって、ダブルバックが入っております。で、表側の数字とかのですね、デザインはバイシクルとかと一緒で、まあ、普通に見やすい感じのデザインになっております。はい。エースも普通ですね。ただ、スペードのエースとクラブのエースがちょっと違うのかな。で、ジョーカー。あ、これね。クラブのエース。ちょっとだけね、まあ、大理石がかってる感じでございますね。で、ジョーカーが1枚、2枚と、ああ、スペードのエースも先に出ちゃった。で、スペードのエースはですね、大きさが普通と一緒っていう感じなんですけども、まあ、クラブのエースと一緒でちょっと大理石がかってますね。まあ、大きさどちらかというとちっちゃいね、普通のスペードよりね。で、ジョーカーが2枚あってっていう感じですね。あとは普通っていう感じですね。ハートのエースも普通。まあ、ジョーカーに使えるっちゃ使えるんですけども、まあ、こういう感じですね。真っ黒なので、こういう感じで適当に差し込んでファンをすると、まあ目立つっていう感じのトランプです。あと天地もあるジョーカーですね。はい、裏側はこんな感じで、広げるとね、はい、なんか大理石っていう感じでございますが、こうやって横にこうやって並べた方がなんか大理石っぽいか。で、見てわかる通りですね、デザイン的にね、天地があるので、まあ横にね、こういう風にあるので、こんな感じでね、バラバラになっちゃったりしますね。なんか普通のトランプを使ってる人だったらなんか汚れみたいに見えるかもしれないね。水でちょっと滲んじゃったみたいな。まあなのでこういう風に表側に1枚になった時も目立ちやすいですね。ちょっとトランプとかはやりづらいかもしれない。てかもともとね、なんかブロックプレインカーズが作るトランプはなんかほぼなんかマジック向きのトランプではないっていう感じはしますね。こう広げるとね、やっぱり天地でがあのぐちゃぐちゃになっちゃうとこんな感じになっちゃいますね。はい。で、質なんですけれども、まあ、バイシクルに比べたら多分1、2枚分厚いかなっていう感じですね。硬さは普通っていう感じです。バイシクルとかと一緒ですかね。で、まあ、フラリッシュに向けてるトランプかなっていう感じですね。先ほども言ったように、ちょっとマジック用ではないかなっていう感じですね。まあ、あのジョーカーも目立つし、まあただ、バイシクとかと同じデザインなんで見やすいですけどね。まあ裏も見づらいっちゃ見づらいですしね。天地もあるのでマジックというよりもフラリッシュだったりとかそういう見せる用のトランプかなと思います。ディスプレイはどうだ？ビュー。こんな感じで大理石。シュビン。シュビン。あと滑りとかはですね、ちょうどいい感じですね。ちょっとだけ使ってみてっていう感じなんですけれども、今のところはちょうどいいっていう感じですね。使いやすいかなというか普通に。シュビシュビシュビ。クリンポン。わあ、弾かれた。はい。ということで、今回、ブロックプレインカーズが出ている、マーブルのご紹介でございました。1個1500円以上はするかと思うんですけれども、気になる方、もしよかったらね、Google 先生とかで見てみてください。あ、刺さらなかった。ということで、もしよろしかったら、はい、高評価、チャンネル登録など、よろしくお願いします。久々に刺さんねんな。はい。ということで、おーい、バイバイ。ジュイ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 ン。めっちゃ買ったら床を埋め尽くしたいね。プチ大理石。シュピシュピ。